Austin. どうも、ありがとうございます。はい。迷いた立川。ん？あ、ごめんなさい。すげえ。我々ザミターズと言いまして、ほとんど皆さんが初めましてだと思います。実はですね、今日初めて立川バベルさんのステージに立たせていただいております。バベル広いっすね。広いっすね。我々新宿町とか秋葉原の方でね、活動しておりまして、今日はちょっと店長のお知り合いの方の紹介で、今夜ってここでやってみないかって言われましてですね、本当にありがとうございます。すごいですよ、ここ。我々こういうふうにね、ライブやってるので、いろんなライブ屋さんで、ステージ立ってるんですけども、ここ、初めて見ました。レーザー出るんですよね、店長ね。最近ですよね。最近ですよね。ね、4日前ぐらいに出てた。おお、私、セック、し忘れちゃってさ、レーザーの。使う使い道がなくて。 で、こう、初めて、2バンド目さんぐらいの時から、ジハードさんかな、出してて、おっ、すっげえと思って、で、鳥の自分を考えて、あ、これ使ってくれる曲、うちにはねえわ、と思って。すごい、ちょっといろいろ試していただいて。はい、ちょっとね、時間も時間なんで、告知を先にやらせてください。6月にですね、我々が今ホームで活動させていただいている、錦糸町リバースの、アニバーサル記念で、 ちょっと日程がわからないんですけど、錦糸町リバースのこの1ヶ月間、アニバーサルイベントに必ず出るというふうに、今、確約をいただいておりますので、錦糸町リバース.com でね、ホームページ調べてですね、今日、この場で、ビターズの音楽を聴いて、いいな、こいつらかっこいいなと思ってくれたら、ぜひぜひまた6月に遊びに来てください。錦糸町リバースというところです。はい。 今日のマストMC終わりました。ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でね、レーザーです。レーザーすごいですよね。レーザーすごい、ちょっと見ちゃった。で、本当にやりやすい、ライブハウスだなと思いまして、次回は。
あのこのレーザービームが活かせるような曲を作って2回目、2度目ここに立たせていただこうかなと思っていい大丈夫ですかね、そんな感じで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まず3曲目いきましょう。ちょっとねクールダウンして、いきます。聴いてください、ミゼラブル。Thank you.
ありがとうございます。
ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。イエーイ。